柴縁は、精神の初代皇帝。死亡は武帝。義から禅城を受けて、進むを立て、さらに、呉を滅ぼして、分裂状態が続いていた中国をおよそ百年ぶりに、統一した。しかし統一後は政治への興味を失い、後の八王の乱の縁印を作った。義の有力者であった、柴明と王元美美との間に長男として生まれた。中南軍などを歴任した。 若くして、拾えにして、人しあつ、沈にして、塗料ありと評され、区本中正制度に基づく合品を定める際、その出身地の河内郡では比較の対象者がいないというほどの貴公子であった。そのため、祖父、芝居や、叔父芝士のついた官職を歴任した。皆、広し元年に、芝明が新王になると、その後継者に指名された。当初、 柴明は三男の柴優を後継者にと考えていた。これは柴優が柴氏の養子となっていたためであり、柴明は兄の方の家が柴氏の政党と考えたからである。しかし、重臣の反対により、皆、広氏2年5月には柴縁が正式に新王の生死とされている。同年8月に柴明が没すると、新王、小国の位を継いだ。 同年十二月には、神鶴、廃州、王鎮、羊、羊、純次へ、石方、鎮建らと測って、元御門に禅城を迫って、皇帝の位を奪い、新王朝を、進むと名付け、元号を、対じめと改めた。即位した翌年に一月には、一族二十七人を軍王として各地に封じ、土地と兵力等を与えた。これは二が、 皇族に力と土地をあまり多く与えず、皇族の力が弱かったことが滅亡の原因となったと考えての対策であった。大四四年一月には大四立寮が完成している。芝園の初期知性は重心に多く、学識と霊教を重んじる、名望化を廃したことと、精神成立時に民心を得るために、庶民への民尺の賜物、与えを行っていることが挙げられている。また、 五冠や義の皇族の任官禁止を解除し、草食の古草子葬師や諸葛亮の子孫を任用するなど、五冠末期から義にかけて、戦乱で苦しんだ民情や心情などを考慮して、皇族間の友愛、礼教に基づく国家構築などを行おうとしていた。皆、明、ね、五年十一月から加みつる、よるをそれぞれ首相、副首相として、暮れ討伐の御事のりを発布し、 東西から20万の大軍が退去して、呉を攻めた。翌、皆、06、ね、年2月には、進む軍が高領を陥落させ、3月には、石頭城が陥落して、進むによる統一を達成した。統一後の芝園は調整への興味を失った。また統一を達成したことにより、平時体制に戻すとして、軍隊の縮小も実施された。 芝園の業績として特筆すべきは、大野康氏元年から始まった占い伝、家電法である。芝園は助食にふけったことでも知られる。統一以前の大使9年7月には、象直をもって、女子の婚姻を暫時禁止し、自分の高級に入れるための女子を5000人選んだ。さらに、呉を滅亡させた後の大野康氏2年3月には、呉の皇帝であった。 孫皇の高級の五千人を自らの高級に入れた。合計一万人もの救助を収容した広大な高級を芝園は舞を羊に引かせた車に乗って回った。この羊の車が止まったところの女性の下で人よを共にするのである。そこで救助たちは自分のところに皇帝を着させようと自室の前に竹の葉を刺し塩を持っておいた。羊が竹の葉を食べ、 塩を舐めるために止まるからである。この塩を盛るという古事が、日本の料理店などで盛り塩をするようになった起源とも言われている。なお、一万人の女性といっても、甲などを世話する女官などの数も入っているため、実際に芝園が一万人の女性を相手にしたというわけではない。五巻末の混乱期から、郷土、戦費といった異民族が中原の地に移住するようになり、 従来の肝心住民と問題を起こすようになっていた。侍御師の各金は、統一した機会に、これら異民族を偏京に戻すべきだと上層したが、柴縁はこれに聞く耳を持たなかった。また、皇太子の柴忠氏が暗愚であったため、厨房は、柴縁の十二歳年下の同母帝で優秀だった、西王柴優の後継を期待していた。ところが統一を果たした、柴縁は、 柴祐に対して、整えの,の不妊命令を出し、周囲の還元を封殺した上に、柴祐を支持する派閥を徹底的に粛清した。柴祐は、この命令に誘憤し、大野康氏4年に死去した。この一連の迫害は、柴縁は、大使の柴忠氏が無能で打弱な性格であり、統一の5年前に、落陽で薬病が流行した際に、柴縁も重病に倒れたことが、 柴誘拝助の動きにつながったとされる。大野康氏5年以降は、天才が相次ぎ、日食もしばしば起きて人心は荒廃した。晩年には、政治の実験は、皇后、陽の実父である陽春に掌握されて、かつての五感のように、外赤宣見の様相が再現される予兆もできた。こうした中、大野広志元年圧4月、 柴園は含む正殿において56歳で崩御し、その遺体は春日三笹に葬られた。柴園は父、柴明の敷いた路線に従って、新王朝を創始した。天下を取るまでは、英君だったが、天下を取った後は堕落していく。それが統一後の国家の基盤形成を怠ったことになり、精神が早く滅亡する要因ともなった。また、柴園が皇族を、 各地の王に封じた上で軍権王も与えたことは、かえって、これら皇族間の争いを誘発することとなり、八王の乱の原因となった。異民族に対して効果的な対策をしなかったことも、これら異民族が、河北で騒乱を起こす原因ともなった。同時に、下避の嘆願や、聡明との噂がある孫の芝に対する行位継承の望みを託して、その父である。 柴田氏を皇太子としたことも、八王の乱以降の混乱を引き起こした原因とも、なった。そして、高級に大量に女性を集めるといった行動は、結果的に民衆の生活を苦しめることにもなった。柴縁は一時的に中国を統一したが、その死後、精神は八王の乱で疲弊した。芝縁のこの中で八王の乱を生き延びたのは、懐三と五を芝だけであった。 精神は、英家の乱で、孫の貧美門の代で短命のうちに滅亡した。貧美門の死去により、芝園の子孫は現在に伝わっていない。祖父、芝井の弱形子孫と、父、芝明の子孫も断絶することとなった。芝井の四男芝の孫、芝園の十王位である、芝縁が江南に、闘神を立てた。 その後も長く軍雄割挙の時代は続き、本格的な統一王朝の出現は要件による隋の統一以降となる。新女、隆気伝には、ある時柴縁が、自分は、関内の皇帝の誰に匹敵するかと、指令行為を務めていた隆起に問うた、際のエピソードがある。隆起は、当時安君の代表格とされていた、官帝、霊帝と比較できると回答した。 芝縁はそれに対して少し厳しすぎるのではないかと言うと、隆起は、官邸、霊邸は、売介していた金を国庫に入れていたが、陛下は私、門に入れている。そこだけを見れば、官邸、霊邸以下であると答えた。芝縁はこれを聞くと大笑いして、官邸や霊邸の時代には、こんな言葉を聞くことはなかった。今は直言の死がいるから同じではないだろうと答えた。 三期上時の数府歌手はこれを聞いて、明君の代表格であった文帝にまっさると述べている。このエピソードは、芝縁が売官によって私腹を肥やしていたことと還元について応用な態度を見せていたことを伺える。また、陳氏は三国史において呉れ最後の皇帝であった孫博士を厳しく批判しているが、そんな孫博士をも赦免されたのは寛大なる恩。 角のコ遇ではないかと記している。新王朝系図、その他8人の男子、ありがとうございます。